皆さんこんにちは。名古屋中心に接骨院の先生を2000人以上教えてきました川原辰秀です。この動画では私が25年間6万人以上の患者さんを見てきたノウハウをもとに、さまざまな原因の解説や自分でできるストレッチの方法なども分かりやすくお伝えしていきたいと思います。ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは今回はそのスマホ首、放っておくと大変なことになりますについて解説していきます。動画の中盤以降ではスマホ首がそれ以上悪化しないようにストレッチを紹介していきますので、ぜひ最後までご覧ください。それでは解説の方をしていきます。スマホ首とは首が前に倒れてしまう現象のことを単純にスマホ首と言います。例えばスマホを見てる時の格好ってどうなってますか？大抵は顎が出てるような、頭が前に倒れてるような、そんな状態だと思うんです。でその位置でずっといるとどうなってくるかって言ったら、当然ですが首にはですね、本来腕曲っていうのがあるんですけども、この腕曲がなくなってまっすぐになってくるんですね。ストレートネックとも言います。でこの状態から頭は 5,6 キロの重さがあるにもかかわらず前に移動してくると前の筋肉が緊張してくるんです。これを胸鎖乳突筋と言います。ただこの前に来る緊張を細い筋肉で支えてるっていうのは限界があるんですね。ですからここをまず改善して首の位置を戻していくことをするんですが、これがずっと続くとですね、当然胸鎖乳突筋だけでは持たなくなるので、どん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 悪化の方向に向かうんです。つまり頸椎自体がまっすぐで保つものではないのに、まっすぐで保つことによって頸椎のね、間の椎間関節自体が当然傷んできますし、でそれをさらにずっと支えておかなきゃいけないということで、周りの靭帯が硬くなってきます。特に後縦靭帯骨化症といって、後ろにね靭帯があるんですけど、あまりにも靭帯に負担をかけていると骨化症ですから骨みたいに硬くなっちゃうんです。でそうなると全く首が動かせないような状態になって、ここまで行くともうほぼ手術適用になっていきますので、ですのでそこまでいかないようにしていきたい。ましてや交通事故とか鞭打ちの経験のある人は特に首が痛んでる、後遺症として残ってる状態も考えられるんですよね。若い頃は筋力があったから大丈夫だったけど、20年前に起こした事故の影響なのか、最近季節の変わり目になると首が痛いなんて方はそういうことも考えられてくるので、そこに生活習慣のスマホ首が入ってくるとさらにね悪化の一途をたどってしまう。ですので必ずそうならないように日頃のケアがすごく大切になってくるんです。そこで今言ったようにですね、首が前に倒れてくることによってスマホ首は起こるんですけども、じゃあこの前に倒れてくるものを一時的なものにして後ろに持ってちゃんと保ってあげれば、それは防げるわけなんです。そうするとじゃあ順番的にどうしていけばいいかというと、前に倒れているものを支えている筋肉、まず胸鎖乳突筋ですね、ここをしっかりと伸ばしていく必要がありますね。後でこのストレッチは紹介していきます。でさらにここを伸ばしているだけではなくて、ここで支えておかなきゃいけないということで、当然後ろも緊張してくるんです。で後ろの筋肉ね、いろんな筋肉がついていますけども、それらのこう支える筋肉がですね、深いところだと棘筋といったり、あるいは最長筋といって長い筋肉であったり、首をね支える筋肉があります。で表の方には僧帽筋があったり、肩甲棘筋という筋肉があったりしながら全体的に支えてるんですね。ここの筋肉の状態をストレッチを介して良くしていくことによって首の柔軟性を保つことができるので、スマホ首というのは一時的なものになって通常のねいい状態に戻すことができるっていうところまでやっていきますので、ぜひストレッチの方を参考にしてください。それではスマホ首を悪化させないためのストレッチを行っていきます。それではスマホ首ストレッチを紹介していきます。まずスマホ首は首の前の方のね筋肉を伸ばしたいので、自分の手で鎖骨の根元を押さえてもらいます。右側を伸ばすときは右の鎖骨を押さえてください。反対の手で自分の右のこめかみの上あたりを押さえてください。このまま倒して伸ばしていきます。ここから30秒です。それでは反対も同様にやっていきます。
の鎖骨を押さえて左のこめかみに自分の手を当てます。このまま伸ばしていきます。できるだけ倒してください。斜め後ろに倒すような感じですね。はい、これで30秒です。じゃあ次はですね、首の横側をストレッチしていきます。左手で右耳の後ろあたりを持って、このまま肘の方向にですね倒していきます。でここがしっかり伸びる感じで伸ばしていきます。じゃあ反対も同じようにですね、持ってもらって倒していきます。これで30秒です。そしたら最後はですね、首の後ろを伸ばしたいので、首の後ろで指を重ねてください。で肘から前に伸ばす、落とすような格好で首の後ろがねしっかり伸びきってる状況を作ってください。これで30秒になります。このように30秒の3セットを朝晩、できる方は朝昼晩と行うようにしてください。必ず効果が実感できるはずです。皆さんどうでしたでしょうか。動画を最後までご覧いただきありがとうございました。この動画が役に立ったな、参考になったなと思われたら、ぜひ高評価ボタンをお願いします。また周りの方で困っている方がいたら、共有ボタンでこの動画をぜひシェアしてください。また他の動画でもストレッチを紹介していますので、他の動画でお会いしましょう。